てめえ、ぶっ殺してやる。親方様のおなりです。よく来たね、私の可愛い子供たち。おはようみんな。今日はとてもいい天気だね。顔ぶれが変わらずに半年に一度の中央会議を迎えられたこと嬉しく思う。傷？いや、病気か？この人が親方様？この親方様におかれましてもご双肩で何よりです。ありがとう、サネミ。私が言いたかった、親方様にご挨拶。中央会議の前にこの竈門炭治郎なる鬼を連れた大使についてご説明いただきたく存じますがよろしいでしょう。知性も理性も全くなさそうだったのに、すごいきちんと喋り出したぞ。炭治郎と禰豆子のことは私が容認していた。そしてみんなにも認めてほしいと思っている。ああ、たとえ親方様の願いであっても私は承知しかねえ。俺も派手に反対する。鬼を連れた鬼殺隊員など認められない。私は全て親方様の望むまま従います。僕はどちらでも。信用しない、信用しない。そもそも鬼は大嫌いだ。全力で反対する。竈門富岡両名の処罰を願います。